さあ手を組みましたね先生ね。はい。でこれでちょっとお互いにこう。ほう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 。グッてやるやつなんです。私は1、2、3って言った瞬間にこうグッて曲げます。はい。あの遠慮しなくていいですよ。はい、1、2、3。はい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 。で今度は筋肉だけじゃなくて筋肉、神経、姿勢、はい、足の重心、はい、コーディネート、いろんなものを組み合わせた形でここでやってみます。はい、いきます。1、2、3。はい。え？え？嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょ？ありがとうございました。どうも。ちょっと聞きたい。今何がご自身の中で2回目変わりました？一つは力を入れにくいってことですかね。こううまく抑えられているような感覚があるので、返そうと思ってもうまく感覚的に言うんですけど、力の通り道が止められているような感覚があります。私の最も欲しい答えですよね。僕も今普通はねアスリートの方がよく分かりませんっていうのそう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 相当になって、ね、はい、はい、こんにちは。こんにちは。めきちゃんです。よろしくお願いします。そして先ほどディライトワークスの試合からやってきてくれた植竹裕太プロです。お願いします。今日はですね、とある大学教授のトレーニングをするとゴルフのパフォーマンスが上がるのかという検証動画をしたいと思います。先にお二人にドライバーで5球ずつ打ってもらって、その動きを先生に見てもらって、もしこれだったらパフォーマンス上げられるぞっていうトレーニングをしてもらいます。でその後アフターでもう一回打ったら飛距離がアップするのかと。で先生はゴルフのこと大体雰囲気でしか知らなくて、いやそんなやらない方なんで、それでもやっぱりパフォーマンスを上げられるものだと聞いているので、やってみようと、結果は止まりやってみようと思いますということでやりたいと思います。はい、じゃあ僕からいきます。いきましょうか。はい、じゃあ植竹プロからお願いします。僕からトレーニング用なんです。そうですよね。最後これ最後が224でした。で最大が236。ちょっと緊張したかもしれないんですけれども、ここからその体のパフォーマンスを上げてくれるトレーニングをします。別に飛距離アップしますとは一切言ってないわけで、もパフォーマンス上げてくれるトレーニングをするので試してみましょう。はい、はい、それでは先生に来ていただきましょう。荒木教授お願いします。ありがとうございます。荒木教授、コーディネーショントレーニングというのを提唱する。そうですね。先ほど講演体験をさせてもらったんですけど、頭とからこう全身の体までは全部の一つの回路だと思って、 その全体の動きというものを意識して人が動けるようにしてあげるよっていう、体を使えるようにしてあげる、使える神経を使い出す。じゃあもう早速お願いします。お願いします。こうです。立ち上がるんですけど肩と腰を曲げない。例えば上がった時にこうにしてここねじってます。ねじられてここを正面に吹いた状態でこういうふうに立つようにします。あ、いい感じですよ。でこれをフェイントかけますから音が鳴った時だけです。いきます。で今度はですね、思いっきりブーッと振ってキュッと取ります。そうするとこうなります。こういうふうに誰か押した感じ、スローモーションになると、こうして止まったら、
うわーってこうに背中にエネルギーって自然に閉じます。炭酸素に出て簡単じゃないですか。で、キュッと思いっきりやります。できてる、できてる。キュッと下に下げて、あ、ゆく、あ、もう完全に今のダメなんですか。ダメなんですか。キュッと途中止めて、パッと、あ、でもいいですね、いいですね、だいたい今度は今ので、これね、こうですギューってやって上がったら、できたらここで立ち上がる。立ちきれないんだけど、ここでジャンプして揃えるってやつなんだけど、あのね、これできなくてもそれをイメージでやろうとすると、あの結果はいいんです。だからコーディネーショントレーニングはできたかできないじゃなくて、課題はこれだね、これでね、ふむふむと、それを意識するとトレーニングになります。こういう感じです。曲げる、そうそうそう、いやできない。今の完璧です。ありがとうございます。バーッと振って、バーッ、あー、はいはいはい、飛ぶ飛ぶ、押し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 、ラスト1回でね、押し押し、押し押し、押し、頭をまっすぐにして後部に曲げます。で、ゆっくり頭をまっすぐにした状態、ゆっくり立てた状態、こう持ってきます。で、反対方向にこうです。で、スポーツやってる時に脳がちょっと硬くなってくると、こういう反射が起きるんです。今のこうやった時に一回止めちゃうんです。ピッと、いいですか、こう来て、ピッと、これはものすごく良くないんですよ。こう来て、こういうリズムです。こう、大きいね、こうですね、こう、頭まっすぐ難しい、うんうん、ピッとできる、対応できるっていう、あー、いい感じになってやがて、ずっとやがた時にクッと上がる、下がって、あ、いい感じ、これが今、大体基本的なやり方です。胸を折れるとこうなって、シワが出ますよ。こういうふうに、うん、そのシワがなくて、こう、野球の選手でもこうやってパーンって打った時には絶対にこうやりませんから、初心者の人多分分かんないけど、ゴルフ真面目でやったことないんだけど、初めてやった人は野球よりこうね、打ったらちょっとこう目が早く飛ぶんじゃないかなと思うんですね。で、この感覚っていうのは首とここから下っていうのは別世界で、今みたいに首をこういうふうに止めてやってる角度っていうのは、体がどう当たって目、耳、皮膚、音、バランスが全部頭に集中してるから、ここだけ別格にやるよってことを、おい胴体覚えろよ覚えろよって胴体に教えてる状態、こうここ絶対止めないように。で、リズムは振り子です。うん、パッ、うん、あ、お、うん、パッ、うん、お、パッ。で、今度はね、ちょっとこういうのやっていただけますか。壁についてると思ってこうねじらないで、こうこう、やらいやらいやらいって感じで、頭を立てます、こう、頭を立てる、立ってるんですよ。あのね、四角で今、二人とも四角で今上部処理しています。はい、肩や手をやります。ですか、こうやりますね。今度水平に持っていきます。こうこう、ゆっくりこうこう、肩から入って、こうこう、で、腰は遅れますよ今ね。で、今度はちょっときついです。こう上げてください。で、ゆっくり足を上げていって、こうバランスを取りながらここにつけます。私66で7になりますから、このおじいさんに負けないように2歩を下りして、で、今度反対をきます。ゆっくり上げてバランスを取りながら下げてつけます。気をつけたいのは肘がどうしてもこうなんですよ。こう入って胸を張って、じゃあ左足からいきます。3、2、1、はい、こう、そうそうそう、で、つけるようにしますよ。こう、肘を落とさないで上げます。上げます。ちょっと頭を上に上げて、目を下に下げて、こう。はい、結構ですよ。できるってやつを、肩をそのまま使って、こうやる。こう。で、やってはいけないの、これ。エクササイズ。ゴルフ的に表現すると、ゴルフを、こんなダメだよと。こんなじゃダメ。こう。こう。三角形持つようなイメージね。3、2、1、はい。こう。肩をねじって、こうならないようにね、こう、こう、こう、熱いっすか、熱いっす、肩ごと、肩ごと、待って、はい、ねじります、はい、立ってみて、ねじります、はい、お疲れ様でした。はい、休んでください。難しい。今の、本当言うと、これが1です。2はこうなんです。1は原子らしい。で、3がこう、4はこうなんです。時間はだいたい今ぐらいの時間で十分です。毎日やる必要はありません。
ありがとうございました。でもやっぱり早いですよ、適応が。大した選手じゃないとしてもすぐに適応できる人は数年、私も十数年見てる子いっぱいいますから、十数年後に国際大会に活躍してる。だけど結構今パフォーマンスは高いんだけど、これが全然適応できない人はやがて伸び悩んで あるレベルでも終わってしまうという人もいるけど、だから初めの頭は全然分かんないって言ったじゃん。普通の人は大体できてますよねって、自分でできてかできないか分かんない、間違いんですよ。でできないことは分かってるから、身体ボディイメージって身体映像で、あれ首はどうなってるのって、あらあれこう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 いう感覚が出てくると、今やってることによって、例えばですよ、結果どうあれ、こう投げたときに、1投目と2回目やったときに、あ、すみません、1回目と2回目のスイングでやるのを使ったら、そうですね、1投目のときは外側抗筋を使って、2投目は内側を使いました、こういう形がいいですねっていうのは、フィードバックできると、パターでやったときに、坂が7度のときには、膝はこっちの方に近い入れよう、で、下り坂のときには絶対強くなるから、内側でちょっと入れよう。これ足を踏むときには絶対にこっちの外側を皮膚筋でなくて内側でやろうということが、だんだん筋肉がバラバラに動くような形で出てくると。だからフィードバックが早いから、ランドを組めば組むほど1回2回3回やった時の学習が、つまりコーディネーショントレーニングは結果を求められて、学びの術、学習する神経をブルンブ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 ン、そういうイメージですよね。それではアフターの5回打ってみましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。おぉ、いい結果、いい結果、いい結果、なんかいいと思う。280なんか違います。めちゃくちゃ動きます。回転が増した気がしますね。俺、球筋が変わった。ダメ。ダメ。これ意識した方がいいんですか？スイングの中で、うん、さっきのもう無視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 ですか？無視。もうスイングしたらろくなことないんで。なかったことです。なかったことない。はい。280で、平均でも274から5なんで、そうですよね、5ヤードから6ヤード伸びてる。それであと5回やったら標準偏差を見るんですね。安定度があったかないかっていうのはやるんです。っていうのを見ると再現性が確保できたかどうか。安定するのをゴルフ大事なんです。一番大事です。そうです、再現性を高めていくっていうのは大事なんで。すごい。じゃあ次に行きますか。はい、プレッシャー関係ないですよね。本当に本当に人生に関係ない。
終わった。やばい、先生に申し訳ないことした。どうでした、やってみて。え、でも動きやすかったと思います。おお。多分ゆうたくんより覚えるのが遅いんで、これ継続してあの結果出します現場で。多分ね、あの一番は一番最初のやつ、あのちょっと見てて、ここがね、私が見たゴルフさっぱり分かんないんだけど、こう回してふっと腰いくんじゃないんだけど、ここの連動はね、こういうふうに、ね、粘ってない。だから一番最初のところの腰を上げてプッて上がるところが、あの結構連動ができなくて、足がこう止められないあのというのがあったんで、今こうやってるから、あれで上がったところか立ったところに上がった時に、このラインがまっすぐなることをちょっと目標にする。で、止まった時にこう来て、こうならないように1回で立つっていうのはちょっと多めにやったらいいと思います。はい、はい、ということで、こう潜在能力目覚めるっていうトレーニングやってみたんですけれども、それぞれ課題はあって、ね、効率のいい動き方っていうのがこれから発見できるようになるということで、これを見ている人もあのトレーニング一回やってみて、自分が一番苦手な動きっていうのが見えてきたら、それをやってみるっていうのだけでも違うんじゃないかなと、ぜひやってみてください。はい、ではこの後ですね、上竹さんとシミュレーションゴルフに行きたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。当たるのすごい。いや、当たらないんじゃないかな。ね、ちょっと当たったらすごい。そう、普通当たらないよね。だって先生、中学の時に言ってましたよね。打ちっぱなしに行ったんだけど、僕はやったかどうかちょっと覚えてないんですよ。振ったら皆さん目閉じとってくれる。50年ぶりですか。おお。当たってるし。当たってる。全然。それもう一回やりたくないですか。もう一回やりたくないですか。よく体回りますね。150いった。50いっちゃった。いや、面白いですね。ありがとうございます。